カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンのひろです。よろしくお願いします。この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでおはようございます。はい、はい、ということで今日はですね、6月の10日でございます。はい、はい、はい。さあ、6月10日はどんな日なんでしょうか。はい、バレンタインです。はい、今日はミルクキャラメルの日です。そう、はい、1913年、大正2年の、6月10日に森永製菓から森永ミルクキャラメルが発売された日となっております。なるほど、なるほど。はい、で発売当初は森永ミルクキャラメルはバラ売りで一粒5リ、はい、何円なの。ないや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 、1円の何分の1、何分の0.7円。でまたね、あの高温多湿の日本の気候に合わずキャラメルが溶けてしまうっていう性質が、はいはいはい、で創業者の森永太一郎さんが改良を重ねて、うん、1914年に20粒入りの、キャラメルが発売されました。はい、その時は10銭、はい、20粒入りで箱入りで10銭にで発売されたそうです。はい、はい、うん、これでもさ、食べたことない人いないよね、多分ね。うん、みんな食べてるんじゃない？うん、うん、俺もなんかちっちゃい時から食べてたし、うん、でもう絶対あるのがさ、うん、あのこう舐めて、うん、あのちっちゃくなっていくとかっていうんじゃなくて、はい、もうめんどくさいからくちゃくちゃ噛み出して、うん、で噛んであの歯抜けたやつとかね、はい、うん、絶対クラスに一人ぐらいおったよね、はい、うん、キャラメル食べて歯取れてんみたいな。そう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 。あとあの、一番厄介なのがあのキャラメルが奥歯のこの奥にこうくっついてもなかなか取れへんみたいな、うん、あれ気持ち悪いねんな。そうそう、あ気持ち悪いよね。ちょっと溶けたら、うん、上顎にあーつくたーあーでだだつるつるつるにわかるわかる。わざとするんですよね。わざとね、わざとね、はいはい。まあ、ちょっとあの溶けてくると形状変えれるから、はい、そうそうそう、ね、口の中で楽しめるキャラメル。あまり行儀のいい食べ方なので、はい、はい、そしてもう一つ夢の日です。はい、おお、日付は夢中の6と10で、うん、来ております。はい、はい、夢は叶うの叶うの、はい、口辺に10ですね、から、はい、含まれることから、うん、6月10日が夢の日とされております。はい、夢を叶えてくれた日と夢の実現に力を貸してくれた人に感謝し、うん、自分の夢について考え語り合う日とされております。なるほど、うん、素敵、うん、いや素敵ですよね。うん、まあ夢ってさ、うん、そのどれを夢って呼ぶのかっていう問題ってあるやん。うん、だからその目標としての夢なのか、うん、それともあのこうなったらええなっていうなんかその、うん、本当に絵空事としての夢なのかとかいろいろあると思うんですけど、うん、あのでもねそういうあの前向きな気持ちになる、うん、そういう夢がなかったら僕、エンジンがかからへんと思うんですよ。だから僕の会社の名前は花に夢に、威力の威でカームイって思うんですけど、うん、まあ、意味としては夢が花を咲かせる、ね、だから花ってみんな花咲かそうとしてなんか栄養一生懸命あげようとするんだけど、いやいやそうじゃなくて何をやりたいの、どうなりたいの、どんな女優になりたいの、どんな俳優になりたいのとかそういうのがないのになかなかその何有名になるとかっていうのって難しい、うん、ざっくりしすぎてる。そう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 、有名になるっていうのはもう全然夢でもなんでもないからさ。まあだからそういうね、あのどんな夢を持つかっていうのをちょっと考えるのはね、うん、いいことなんで、ぜひ、具体的にねいろんなことを考えてみていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、はい、以上です。はい、はい、それではですね、このプレゼンありかなしかなんですけども、今週もいやというか今週はですね、あの映画監督のインタビューでございます。はい、はい、まあ、今回はですね、あのドキュメンタリー映画なんですよ、うん、東京組曲、2020という作品で、うん、はい、三島由紀子監督に、
インタビューをさせていただきました。で、これがですね、要は2020年に4月に、あの4月よ、俺がカムイ映画祭りをやろうと思う、4月23日にやりますよってポスターも作りね、準備万端してましたよ。ほんだら4月2日に緊急事態宣言発出ですよ。おかげで全部パーですわみたいな、ほんまにえらいことでした。でも三島由紀子監督も実は1個撮るはずやった作品が4月に4月からクランクインする予定だったのが飛んじゃったんですよね。で、一体これはどうなんねやろうかとみんなが思ってたところで、どうやら、知り合いの役者さんとかに声をかけて、なんとそれで日常を撮ってもらったんですよ。で、それを編集して作ったのが今回の、東京組曲2020っていうことなんですけど、で、なんでそれを思いついたのかっていうのが、今からの、中に全部入ってますので、ぜひインタビューで、お聞きいただければと思います。はい、それでは、このプレゼンありかなしかスタート。特別措置法第32条に基づき緊急事態宣言を発出することといたします。映画東京組曲2020の監督でいらっしゃいます三島由紀子監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはこの作品がどういう作品なのか簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、東京組曲2020なんで、2020年ちょうどコロナ禍で、緊急事態宣言が発出された後の我々の何でもない日常の、半分ドキュメンタリー映画でございます。はい、で、これがですね、どうしてこの作品を作ろうと思われたのかってきっかけがあるんですよね。そうですね、はい、4月からこうもう家にいなきゃいけないっていう状況になって、はい、で私は5月に映画の撮影する予定だったんですけど、それが中止になって、はい、やることもなく怖いなとか不安やな、これからどうなっていくんだろうとか、映画の撮影どうなっていくんだろうとか、いろんなことを考えていた時に、4月22日って私の誕生日なんですけど、はいはいはい、眠れなくて、はい、なんか夜中4時ぐらいに、はい、どっかから女性の泣き声がなんか聞こえてきたんですよ。で、どうしたどうしたと思ってたら、なんかそれが意外と長くって10分ぐらい、はいはい、でなんかなんかすごくこう悲しい気持ちだったりとか、悔しい気持ちだったりとか、理不尽な怒りだ、なんかいろんな感情がその泣き声で聞こえてきて、でこれってなんか今一人の人が泣いてるんだけど、もしかしたらなんかこうみんなの気持ちなんじゃないかって、ここの辺に住んでる人たちのみんなの気持ちなんじゃないかとか、なんかもしかしたら泣けない私のための私の泣き声なのかとか、はいはい、でだんだんなんか日本国中とか世界中の人たちがこんな気持ちで今夜過ごしてんじゃないかなとか、で最後ね、それが慟哭みたいな鳴き声になったんです、うん、だからこれもしかしたらその大地からの、地球からの鳴き声なんじゃないかなって思い始めた時に、なんかみんなどうしてるんだろうと、自分以外の人たちどんな風に過ごして、どんなことを感じて、どんなことをこう思ったりして生きてるのかなと思った時に、あ、
今までになかったこんな状況の中の、まあ、みんなの感情を記録 しようって思ったのがきっかけです。なるほど。で、ここで半分ドキュメンタリーっていうところがポイントになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、何が半分なんですか？何が半分かと言いますとですね、はい、みんなっていうのが、例えば自分の記録を残すって言った時に、はいはい、一般素人の方がこんな大変な時に、うん、あの自分をさらけ出す、うんとは思えないじゃないですか、はい、普段だってドキュメンタリー撮るときは何回も足しげく通って、うん、あのね、カメラを感じない関係になってからなのに、はい、そんな今めっちゃ NHK とかで撮りましたもんね、はいはい、で関係も気づかれへんやんっていう状況になって、うん、ね、はい、あのもうこれは、まあ、ワークショップとか受けてもらった役者さんたちに声をかけて、はいはい、自分たちの生活とか自分たちの今の感情みたいなのを記録に残す映画作らへんって言って声かけようと思ったから、はい、あの役者さんなんですよね、はい、出てくれてる方が皆さん、はいはい、緊急事態宣言下やったんで、はい、一緒に暮らしてる人だけが出てくるか、うん、まあ、一緒に暮らしてる人が撮るかとか、はい、逆に一緒に暮らしてる人を役者が撮るかとか、はいはいはい、になってくるじゃないですか、うん、でそうなった時にどうしてもやっぱり役者さんなんでカメラの前に立つとそれはある種作られた世界、うん、だけどそこに何をそのドキュメンタリーで撮っていくかっていうと、その実際にこのコロナ禍の緊急事態宣言下で起こったことだったり、うん、感じたこと、うん、そこに嘘がはないっていうところをあのポイントにしてほしい、はいはいはい、だ実際あったことを再現してもいいし、うん、でもその再現した時に生まれるじゃないですか感情が、うん、あの時のことが、うん、でその感情をそのまま引きずったまま行動をそのまま取ってほしい、うん、だから昔はそう取った、そういう行動を取ったっていうのはもうどうでもよくて、はいはい、感情が生まれた瞬間からはもうオンタイム、はいはいはい、そうそう今生まれている行動を取ってくれって言ったんで、うんうんうん、半分ドキュメンタリー、一つ一つのシークエンスの登場人物の中にも虚実がない混ぜになっているんですよね、はい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 、本当かもしれないしここがね嘘かもしれないとかって、はい、だけどそのもともと流れているこの状況下での彼らの行動と思いは全部本当なんですよ。 なるほど。なかったことはない、うん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 、それもね面白かったのは、うん、私はあの現場に行けないわけじゃないですか、はい、そうですね、で本人たちでこう撮ってもらったりしてるから、はい、そこに例えば旦那さんが素人さんで、はい、奥さんが役者さんで、はい、ここに本当にリアルな関係が生まれるのは素人さんがやっぱ投げかけるので、はい、脚本でも何でもないし、ないですね、はい、実際にこの関係の中で生まれてるセリフなんですよね、はい、でそれのリアクションが生まれてるから、はい、ここにはもう真実しかないんですよ、その化学反応が面白いですよ ね、うん、だからそのお母さんが投げかけてる声とか、そうなんです、電話先のお母さんが言うてる言葉とか、うん、これそれはもう向こうは別に強要されて言うてるわけじゃなくて、そうな思ったこと言うたってだけなんで、それに対してのリアクションだから、はい、リアルなリアクションですよね、そこはね、そうなんですよ、そうなんですよ、あのでもつなぐとなった時に、はいはい、やっぱ苦労されたことってあるんですよね多分ね、もうとにかくドキュメンタリーってもう素材がめちゃめちゃ多いじゃないですか。そうですね。だって何人ですか。ね、これ出てきたの20人なんですけど、はいはい、全然素材が集まってるのは多分35人ぐらい。ああ、そうなんや。はい、その中で絞ってこれになってるんですよね。はい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 、しかもその一人に対してもめちゃくちゃ膨大にあるんで、うん、でその最初は自分が全部見てるんですよ、はい。その時のもうほとんどはもう遠い目で見て、もう呆然としながら、もういつまで続くんやこれと思いながら見てて。たまにうんとなんか面白いこれ、うん、なるところがあってそれメモしてまたもうしばらくずーっとこうなってて、またこうなってっていうその繰り返しだったんですけど、これはもうちょっと編集部にこう客観的な目線で一人に入ってもらって、まず一人一人の短編を作っていったんですよ、はい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 、シークエンスを大変なんですよ、だからその時はまだその一人に対して起承転結ついてるんですよ、あですよね、うん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 、っていうのがこう、まあ、あの全員作って、はい、で、一本にする時にこれをどう並べていけばいいのかっていうようなことをもう本当にいろんな通りやっていったんですけど、まあ一本筋があの見えたのはまず私たちそのまあ映画に関わってる人間で、うん、あの時本当に不要不急と言われて、うん、それを突きつけられていたわけじゃないですか、はいはい、なのであのこの一番我々が衝撃だったカット、うん、ユーロの映画館が、はいはい、昼間のようにシャッター閉まってる、はいはいはい、
で六本木の映画館の、はいはい、ポスター貼るところが真っ白になってて、しかも植物生えてるっていう衝撃的な格好、はいはい、でお父さんが医療従事者で、はいはい、それを継がないで、はい、自分はその映画で人を救えると思ってたけれども、うん、何も役に立たなくてっていう、うん、打ちひしがれている、うん、あの長田君っていうのをラストに持ってきて、はい、だから頭、真ん中、ケツ、うんうん、でそれを受けて私たちはこの映画を作りましたと、うん、まあ、それが届くか届かないか、何かできたかどうかは、まあ、もちろん皆さんが判断してもらったらいいんですけど、私たちはあの中で不要不急って言われた中で、何かこうあの記録に残すことによって何かあの伝えていけることがあるんじゃないかと信じて作りましたっていう意味合いで、その構成を入れようっていうのを、あの、まあ、ある種我々の裏テーマとしてできた瞬間にいろんなことが決まっていたっていう感じです。この作品ってある意味タイムカプセルというか、うんうんうん、3年経って掘り起こしてみましたっていう、うんうん、そういう作品なのかなっていうふうには今のお話を聞いて思うんですけど、だからなんかね、あの見てくれてはった人の中の感想ですごく素敵やなと思ったのが、これから2023年以降生きていく未来を考えた時に、この2020年のね、3年前の春の自分をもう一回この映画をきっかけに思い起こせたことがこれからにつながったっていう風なことをおっしゃってくださった方がいて、いやもうこれはほんま作ってよかったなって思いました、ね、いやでもその感想を言った人も素敵ですけど、うん、まあそれを言わせたらこの映画も素敵なんじゃないかなと思いますね。あのぜひ、たくさんの方にね見ていただけたらなと思うんですけども、はい、最後にですね、はい、監督から見てらっしゃる方の一言メッセージを、はい、2020年の春、あの緊急事態宣言下の皆さんどうしてたかっていうのをあの見ていただくことによって、おそらくあの見ていただくあなたの3年前が見えてくるのかなと思いますので、あの時何が大切だったのかとか、何があのやりたかったのかとか振り返っていただいて、なんかあの今のね、街を見ていただいたりして、いろんなことをなんかみんなと話し合っていただけたらなんかいいのかなと思います。あのぜひこの映画見てください。東京組曲2020 と、同時上映される映画があります、これは大阪の堂島で撮ったインペリアル大阪堂島出入り橋という映画です、この映画はですね、あのインペリアルという洋食屋さんがあの実際にあったお店なんですけど、そこが潰れてしまって、まあ、そこであの、まあ、料理を作ってたあのシェフの方の人生が見えてくるあの短編となってます、主演は佐藤浩市さんです。それもぜひあの大阪の皆さん、関西の皆さんにあのお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今日は、東京組曲2020の三島由紀子監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、終わりました。はい、はい、まあ、という感じですね。みんな何しとってたのね、あの時ね。ね、もうね、もううちもね、舞台が中心になったから、ね、どないしょうっていう感じですね。でもうほら、なんていうの、緊急事態宣言からロックダウンじゃなかったんだけど、外出ができないっていうか、うん、みんなだから家にいるみたいな。だからもう店交渉ね、一番負けられへんし、で舞台もまだお金払わなあかんかった。ああ、そうや、先生、あったあったあった。舞台、場所代、うん、ね、うん。ギリギリまで、まあギリギリで、うん、あの、うんうん、無料になったけども、うん、結構遅くギリギリまで。ね。なんでそれからで払わなあかんの。覚えてる覚えてる、それそれ。できへんのに払わなあかん。そうそうそう。ね、あの大阪市ね。そうそうそう。あれはまあしゃあないなって思ったけども、ね、はい、そんなのがあったからね。どないなんねやっていうの。いや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 、本当に。お先真っ暗やったよね、あの時はね。ただね、思ってもみんなやっていう感じやったんで、うでね、うん、もうどこにもどうしようもない、ね、いや本当にそうなんだよね。自分だけじゃないっていうのが、うん、まあまあまあ、だからそれがそのなんていうかな、もう人間ってほら、あの人間の特質の一つにね、忘れるって能力があって、うん、もう日常生活に戻っていった時に、うん、割と忘れてるんですよね、そういうのね。あの時どうやったっけみたいな感じなんですよね。そうですね、何かしらこう大きい何かがね、うん、あの
会った人は忘れないじゃないですか、うんうんうん、やっぱり打撃僕らでもまだその打撃引きずってるんで、うん、絶対忘れないじゃないですか、うん、でもそれがない人はやっぱ忘れちゃいますよね。いや、そうそうそう、あのあれ、あの例えば震災とかもそうですし、うん、やっぱり何かしらこう、うん、自分が直撃しないものっていうのは忘れちゃいますよね、うん、いや、そうなんです。いや、だから、うん、まあそういう意味で言うとこの作品ってね、うん、も僕はあのインタビューの中で言ってますけど、うん、タイムカプセルみたいなもんだと思うんですよね、うん、本当にこれ2020年の5月ぐらいに皆さんに撮ってもらってるやつだったりとかするんで、なのであのなんか、あ、そういえばこういう感じやったかしらみたいな、うん、あのそういうのをなんとなくちょっと思い出すだけで、うん、またじゃあ次どうやろうかなっていうことにつながっていくような、うん、作品になるんじゃないかなと思うんですよね、はい、であれがね、あのね、さラストね、一番のオーラスで何が起こるかっていうと、うん、あのみんなすすり泣きの声が聞こえてくるんですよ、うん、でそあのすすり泣きの声を出してるのは松本まりかさん、うん、あ、女優の。そうで、あの監督があのこんな感情でこういう感じ の, あのやつをやってくださいって言った、うん、8分間やってくれたんです、うん、でそれを全員に、うん、あのそのヘッドホンとかで聞いてもらって、うん、その時の表情を全部撮ってるのがラストに流れてくる。一番最初にほらあのインタビューの最初の方に、あの何がきっかけだったんですかっていうところでね、言ってたの、4月22日、三島由紀子監督の、誕生日の日に、近所から聞こえてきた声っていうね、うんうんうん、その声を松本まりかさんに再現してもらった。それを全員が聞いてどんな感情になってどんな表情になるのかっていうのを全部撮ってるのを全部順番に並べていってるっていう、だから何でしょうね、東京組曲っていうことなんで、まあ、実際東京の人たちばっかりではあるんですけど、うん、やっぱその何やろ、いろんな感情がやっぱりね、うん、あるんですよね、うん、だからそういうのをまたちょっとこう思い出すというか、うん、ね、何かこう感じ取るっていう意味でも、うん、まあ、この作品は面白い作品なんじゃないかなと思います、うん、はい、ということで、では、はい、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、ではこのプレゼンありかなしか判定、うん、おしまい、おー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 、いや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 、いやいやいや、そうそうそう、はい、俺まだもうちょっと行くかなと思ったけど、いやいやいや、三島監督あの来てくれへんかったら罰出されんでって言おうかなと思って、あ、うん、来てください来てください、そうそうそう、あの舞台挨拶でまだね6月来られるんで、うん、はい、あの、あ、そうそう、今日舞台挨拶やってます、うん、そうそうそう、ね、あの、はい、ぜひ来てください、遊びに来ていただければと思います、はい、ということで、このプレゼンありかなしかでした、はい、ではあゆみ、はい、はい、お店の情報です、はい、12日じゃんカバの日です、はい、はい、12日はカバの日です、はい、第2月曜日ですね、はい、で第4月曜日も上映しております、はい、12と26日となっております、はい、菅野貴弘監督のカバー、大人気作品のカバーをぜひぜひ皆様見に来てください、はい、お願いいたします。お時間は19時スタートで18時30分、オープンとなっております、はい、はい、1500円になっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、お待ちしております。そして鳥残シティが、毎週金曜日の19時20分から上映しております。あと4回です、うん、あと4回となっておりますので、早めに、ね、皆様お越しください。40mピンさんを原曲に実写化された作品となっております、料金は1000円プラスワンオーダー制です。ぜひぜひお越しくださいませ。はい、グッズもたくさんございます、はい、たくさんあります、お願いいたします、そして6月の末28、29、30、7月1日と朗読バーマテリアル的物語のすすめをやります、はい、はい、朗読イベントをやりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。詳細につきましてはホームページの方をご覧くださいませ、はい、お願いいたします。
はい、以上です。はい、はいはい、では、行きたいと思います。今日のグッチョーイ、はい、ということで今日はですね、ひとつぼっちという作品をちょっとね、はい、ご紹介しようかなと思います。はい、はい、なんとですね、まあ、このマテリアルでもその一つぼっちのね、はい、上映が8月に8月の4、5、6です。4、5、6、3日間、はい、決まっております。はい、でこの一つぼっちという作品なんですけど、まあ、副島監督という監督が、監督されたんですけど、はい、脚本がですね春純さんっていいまして、まあ、僕と大阪部さんのシナリオスクール、まあ、シナリオセンター大阪の方のね、先輩にあたる方なんですよね。でまあまあちょっと親しくお付き合いさせていただいてまして、で実際作品の公開、劇場公開の時には僕がポスターとかチラシを担当して作らせてもらったんですよね。はい、ただこれがねなかなか昔のことなんですけど、まあまあ宣伝プロデューサーっていう人がねなかなかいなかったりして、春さん自分で全部やったって、あ、大変、そう大変なんですよ。うん、でまあちょっと僕も今度は僕も手伝いますわっつってお手伝いさせてもらってたんですけど、うん、またねこれがね上映始まった思ったら春さん体調崩さはって、うん、でなかなかこの展開がうまくできなくて、でもやっぱりこの作品たくさんの人に見てほしいということがあって、うん、まあ、今回マテリアルでね上映をするということになりましたということなんですよね。はい、で、まあ、この作品はまあ、どういう作品かというと、まあ、主人公、ナミコっていう主人公がいるんですけど、このナミコがその実は幼児虐待をされてたんですよ昔。でその、虐待をされてて、まあ何が一番ひどかったかというとネグレクト、まあまあどつかれたりとかもあったんですけど、最終的にはお母さん出て行っちゃって、ネグレクトも完全に育児放棄されちゃって、でそれを、まあ、施設の人に、助けられて、まあ、成人するわけなんですよね。で成人して、いわゆるその老人介護施設に、勤める介護職をやってるわけです。でこの役を、なんとこの間ね、はい、こちらでマテリアルにも来ていただきました、広山琴葉さんがね、はい、この主役の奈美子役をされてまして、はい、まあまあ実はそれのご縁もあって僕は広山さんとね、まあまあ、つながるきっかけになったんですけども、うん、で、この、奈美子が勤めている介護施設になんと、まあ、まだ60代ぐらいなんですけど、うん、その捨てた母親が、全てを忘れてやってきて、しかもその奈美子がその人を担当しなきゃいけないっていう状況になるっていうことなんですよね。はい、まあまあなのでその空だって自分をね捨てて出て行った母親ですよ、言いたいこともあるしね、その記憶もいろんな記憶が、まあ、虐待された記憶もあるわけですから、まあね、目の前に現れられてっていうところもあるけれどもでも仕事としては受け入れざるを得ない、でなんとかこう拒否しようとしたけど、いやもうそんなそんなわがまま言わないでくださいって、あなた一人しか今担当いないじゃないですか、それをいろいろ言われたりとかして、まあ、受け入れざるを得なくなって担当するんだけれども、担当したおかげでいろんなことが起こっているというお話になるわけですね。そして最終的にはこの2人がどうなっているかというところが、まあこの作品のね、ポイントになってくるわけなんですけども、はい、まあ、なかなかほらその普通の親子でもさあるやん、いろいろその別になんか虐待されたとかで なくてもね、 お父ちゃんお母ちゃんとその自分の間ってなんかそのね、わだかまりがあったりとかなかったりとかって ある場合もあるじゃないですか。でなんか、まあ、うちなんかの場合やったら上映の時に来んなって俺いつも言ってて来ないで、来ないで、お願いだから来ないで、いやでしかもその何この間なんか茶吉庵なんかさめっちゃ狭くてもう上がったり降りたりするの大変なとこやのに車椅子で来てさ
お前トイレ行きたいってお前上映中にトイレ行くなやみたいな俺ほんまに綺麗や、まあ、こんな自分の話もないんですけどいやだから そういうのってね別に僕は母親のことは嫌いじゃないですよ、うん、全然いいんですよいいんですけどまあでその他のお客さんの手前があるからもうちょっとちゃんとした施設の時に来いよみたいなのがあったりとかするんでちょっとね文句言いたいんですけどそんなんてあるわけですよ誰でも ねで その普通の関係でもそうやのに、虐待されたっていうのがあったらねましてやもうそんなことも忘れてってなんか来られても戸惑うしかないというかねそういうことになるじゃないですか。そういうなんか気持ちとかもねいっぱい表現されてすごい作品ですよね、うんうん、そうなんですよね、まあ、でこの並子の役本当広山ほどさんがねあの体当たりで、はい、もうあの人体当たりの演技ばっかりやけど走ったり叫んだりいやそう今夜新宿で話すけど、ね、ものすごい叫んでるし走ってるしね裸足で走ってるしね新宿で、なかなかあれ体当たりの演技が多いなあれははるさんがオーディションしなかったんですか。いやあれはね、プロデューサーの前田さんがこの人がいいんじゃないかということで、ピックアップしてこられたみたいですね、うん、オーディションではなかったんです、はいはいうん、だから監督の、前田さんが連れてきた監督で、うんはい、で、前田さんと監督で、大体役所を決めていたはい、春さん自身は多分制作にはそんなに関わってなかったんちゃうかな、うん、そうそうだから現場にあんまり顔を出してないんですよ、はいうんはい、まあただそのね、やっぱりねなんていうんですかねその脚本家って書いて渡したら終わりっていうんでもなくてやっぱ自分の作品だけにもっとこうこういう感情をもっと感じてほしいみたいなのもやっぱ多少あったりとかするのでまあ、やっぱ人にその見てもらうその届けるっていうことは、頑張ってやりたいということでね今回一つぼっちに関しては、いろんなところにね、持っていってらっしゃったりとかするんですけど、はいはいなかなかね一回劇場公開するとね、それ終わってるという前提があるとまた劇場公開っていうのがなかなか難しいので、まあ、今は非劇場っていう形で、まあマテリアルや、まあ、他の場所でね、今一生懸命いろんなところに行ってらっしゃると思うので、はいまずはだから大阪ではこのマテリアルでね、はい、8月、上映されますから、はいぜひ見に来ていただければなと思いますねはいな感じでしょうか なんかあとあるはいはい、はいはい、ということで、今日のグッジョイでした。はい、ということで、エンディングでございます。はい、6月10日、ね、10日ですね。もう10日過ぎました。はい、あと3分の2でございます。はい、6月ね、ちょっと上映はあんまり入れてないじゃないですか。うんうん、その月末 の、うん、その朗読版のマテリアルの稽古を入れてるんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。そうなんです、はい、これはね、ほんまにその舞台演劇みたいな感じにするので、うんうんうん、なるほどなるほど。どうしてもこの稽古がいるんですよ、うんうんうん、いやいや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですかね。そういうのやっててますから、はい、楽しみに、はい、来てください。そうそう、ね、だから6月末のね、そうなんです、ね、このしめしめで稽古しますから、うん、はい、やっぱりね、その何やろ、最近ほらそのいろいろ解禁になってきたっていうかね、やっと動き始めたみたいな感じのところあるじゃないですか。なかなか演劇図らずもね、舞台できてなかったんで、演劇図らずじゃないですけども、うん、まあ、山口葵は出ますけど、はい、やっと、ね、舞台がちょっとね、ちょっとずつ、やっぱ生はいいですよね、うん、生はいいです、ね、だからそのなんか、スクリーン越しとかのもんじゃなくてね、はい、生のリアクション、そう、生の感情がこう、はい、伝わってくるっていうものがね、やっとできるみたいな、そうです、
感じなので、はい、それがきっかけでちょっといろいろね、うん、できればいいかなと、はい、はい、ということですので皆さんまた、まあ、6月もね、はい、まあ、7月も8月も、はい、ずっとやってますんで、はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、では今週はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。